皆さんこんにちは。こんにちは、ゴルフトレーナーの平野です。プロゴルファーの鈴木千佳子です。イーブンチームの伊藤です。この度イーブンでゴルファーの体づくりの連載がスタートしました。今日は動画で、簡単に ご説明をさせていただきます。カミカミだねで今日はね第1回目なんだけど、ゴルファーはやっぱり腰痛予防っていうのがとても大切かなと思います。伊藤さんの件ね、あるかなと思うんですけど、これから待ち受けてるんじゃないかなと思います。で、その時ね、自宅でできるセルフチェックと、それからストレッチ、やっぱ簡単なトレーニングとか、そういったものを今日ここでご紹介できたらなと思います。で、まず最初に前屈、ちょっと2人ともやってもらおうかな。はい、伊藤さん、それ精一杯ですか？はい、割と、うん、あ、近くは手のひらピタッとつきますね。で、これは、まあ、一つ目安としては指先がつくぐらいは欲しいな。一瞬頑張ればいきますか？これね、横向き、はい、分かりました。お、はい、近くに行く。はい、どうぞ。もうちょっとですね、10センチぐらいありました。はい、で今度後屈、そのまま後ろに反らせていきましょう。おお、さだいぶきつそうですね。だいぶきつそうですね。苦しいです。はい、です、はい、そしたらもうあともう一つ、今度は右足を半分前に出して、はい、その半分前に出した足のつま先をめがけて両手で前屈していきましょう。できるだけ、はい、やっぱり動作つかないでそうですね。はい、ありがとうございます。今度逆足の向きを、はい、はい、前足です。はい、なかなかの硬さでございますね。ありがとうございます、はい、それと前後ろ、これやっぱりゴルファーにはこういう横の側屈っていう動きもとても大切になります。で、これは膝のお皿ありますね、はい、お皿の真ん中ぐらいを一つの目安にして、そこの高さまでこう指先が届くかどうか。これ足は閉じて、足は閉じて、はい、はい、じゃあ行きましょう。右から行こうか。お、そのだいぶ苦しいですね。はい、OK です。じゃあ左側はどうでしょう。うん、ありがとうございます。はい、大丈夫。はい。これとこのアドレスチェックというのをね、ちょっとしてみたいなと思います。では向こう向きに、はい、そうですね。で、このアドレスの時の目安は、まず一つはこの腰ですね。腰がどれぐらい反っているかどうかというところを見ます。で、例えば私であればこういうバインダーを使って、この背骨のところにこうやって当てます。で、この当てた時に向こう側が見えないように、今僕だったらここからカメラの方向に指が行かないように、それぐらいの、隙間が埋められるといいんですが、今一つ目安としては指4本がこの隙間から出ない程度に、腰の反りが抑えられると理想的です。はい、じゃあ伊藤さんちょっと見ましょう。伊藤さんの場合はズバッと4本、うん、3本、そうですね、3本は出ちゃいますね。なので近子と比べると少し腰の反りが強い状態になると言えます。はい、じゃあクラブ回りましょう。はい、まず太もものこの前側ですね、特に男性はこの前の、太もも筋肉がだいぶ硬くなる方が多いと思いますので、それを柔らかくするためのストレッチを早速伊藤さんにやってもらおうかな。お願いします。では、
ここはタグを出して、はい、片足を前につけます。で、膝はこのマットにつけましょう。はい。で、このストレッチの目的は後ろ足の前側のももを伸ばすことが目的です。ですからこの状態で、あまり効いてないなという方はこちらの足を少し前に出して、足ごと前に出しましょう。こっちではいいですか、うん、このね、足の位置を前に出します。あ、足、そう、膝を前に出す。でこの分、体前に出ます。あ、ちょっと伸展されます、はいはい、で少し戻してあげる。はい、でもう一度出しましょう。はい、では足を組み替えます。大丈夫ですか？はい、はい、足、やはり同じように後ろ足、こうやって左足のももの前側を伸ばします。これとどうですか？これは効いてますか？効いてない、あの、効いてないなと思ったら足の位置を少し前に出しましょう。これで息ぐっと痛くなる。そうですね、はい、でこうやって筋肉というのは伸ばしっぱなしだとあまり伸びないんですね、はい、なので少し縮めてあげてもう一回伸ばす、はい、息を吐きながら、はい、もう一度で、はい、いいでしょう、はい、綺麗な、はい、はい、全然これだと全然効いてないです。じゃあ、ね、もう少し足を前に出しましょう、はい、どうですか？ちょっと伸びたかなって。これでちょっとこれでちょっとやる。じゃあそしたら膝曲げてみるの。そうですか、はい、うん、でこれで、いや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 、いいですね、すごい、目指せ、これですよ伊藤さん。綺麗。はい、じゃあ反対の足もやりましょう。反対の足も同じようにできるかな、多分できてるな。はい、早い。すごい。で、さすがにここまでできる男性はちょっと少ないかも。そうですね。知らないです。安心しました。どこが伸びるように気をつけた方がいいとか。そうですね。これあの前足が決して無駄になってるわけじゃないです。今右足こうやって前に出てますけど。右の股関節踏み込んであげるのも一つ大事なんですが、今メインになっているのは左の太ももの前足、後ろの足のももの前足、ここが硬くなる。で特にその反り腰、アドレスで反り腰になる方っていうのはここが硬い可能性もあります。ぜひあのご自宅で確認してみてください。ここが伸びるように。そうですね、はい、はい、わかりました。はい、それでは2つ目のストレッチをご紹介します。で今ねちょっとこんなここに大きいボックスを準備していただいたんですけど、まあ、当然ご自宅にはこんなものがないので、ね、テーブルでも机でもあの似たような高さのものを探してぜひ代用していただきたいと思います。でここでは先ほどは太ももの前側でした、はい、でやはり前も緩めたいんだけど裏側も緩めたい。はい、でそれでこのボックスをちょっと使います。で前につきましょう。はい、ちょっと後ろに、そうです、はい、そうですね、で片足を後ろにこう下げていく感じにしましょう。まあ、頭も同時に下ろしていきます。足を後ろに上げながら少し前傾をしていない。でもう今少し骨盤傾いてきましたね。でやはりこの今伸ばしているのは左足のももの裏側です。でこのハムストリングス硬い方はどうしてもこちらに骨盤が回旋してしまいます。なのでまあ勢いつけずにやっていただきたいんですが、できるだけここが平らになるようにしていきましょう。はい、ちょっと釣りそうな、はい、釣りそうな感じです。 逆足もいきます。はい、そうですね、これで少し上半身を前に押しているぐらい余裕があれば上半身、そうですね、上半身を前に押し、腕を曲げずに、腕あまり突っ張らずに全然上がってないの痛いです。はい、 OK です。右足がもうむちゃくちゃ痛いです。ではね、実際お手本を、そうですね、はい、しかもちょっとそうですね、やってもらいましょう。はい、明るくなります。はい、で今ね
伊藤さんやってもらったから、うん、ほとんど上半身倒れない、うん、少し腕を伸ばして、はい、これぐらい倒せるんですよっていうのをちょっとぜひ見ていただきたいなと思います。はい、足もちょっとそういうことですね。そうなんですよ。なるほど。そうなんです、うん、だから結構きついです。でも後ろ足とかです。はい、でこの体が、体全体がこういうふうに足が後方に動けば動くほどハムストリングスが伸長されます、伸ばされます。なのできつい人はそうですね、ややこうやって前側にいた方がいいわけです。でやはり、ね、こうやって回ってしまう人はいます。これ戻して、はい、じゃあ逆足も。すごい、こんな前すぐに。もうこれだけやるとべったりいきます、ね、結構伸びてます、ね、伸びますこれでもあれですよね、つま先を多分、まあ、下にしとかないと。そうです、うん、はい、ちょっと一回やってもらって簡単に、うん、そうなんです。これつま先がいいところに気づいていただいたんですよ。これがね、外に回ってしまうと実はこの足の裏側に効いてしまいます。あ、なのでつま先は地面に向けてあげる。そんなに足首に力を入れる必要はありません。大体向きだけ気をつけていただければ大丈夫です。です、はい好きっぽしかない、はい、いいんじゃないでしょうか。さすがだね、はい、そしたらね、伊藤さんね、さすがに近くみたいにできないと思うんですね。でやっぱり無理はしてほしくないので、まずはね、この手の位置と肩の位置、はい、あ、この台の真上に、はい、そう、この状態から少し足を上げる、始めてみましょう。そうですね、うん、でポイントはやはり骨盤が回らないことなので、この骨盤が回らないぐらいで下ろした。はい、もう一回、はい、じゃあ5回いきましょう。3、はい、はい、4、もう一回、あ、きつい、はい、 OK、 じゃあ反対、そうですね、なんか回っちゃいますね、楽しようとしちゃいます、こうぐらいね、そうですね、はい、3、4、はい、OK です。ここが痛くなるとダメです。あ、そうです、腰椎を反らすほど上げたい、腰椎、後ろに足を持っていこうとした時に腰椎が一緒にそこで反ってしまうと腰が詰まった感じがします。体も一緒にこうやってなってますね。そうです、でこれだけはやっぱり下げないですね、はい、